私は最近大きな問題になっている東アジアから飛来する大気汚染物質、特に PM2.5 に代表される粒子状物質の研究をしています。単にサンプルの科学的な分析だけではなく、気象の要素を調べ、汚染物質を含んだ空気がどのようなルートで飛来したのかを計算し、さらにはコンピューターを用いたモデル計算から汚染物質の動きを解析します。また統計的な解析を用いて発生源を推定し、汚染物質がどのような経路で飛来したのかを推定します。科学的なデータを蓄積し、国際的な取り組みに有効に利用するとともに、激しい汚染の被害を実際に受けている国々における対策の徹底に向けた協力を進めていく必要があります。